天野義春は、元東海ラジオ放送アナウンサーで、現在は、フリーアナウンサー。三重県四日市市出身、中央大学卒。身長165センチメートル、血液型 A 型。1970年4月、東海ラジオに入社。かつては東海ラジオを代表するアナウンサーであり、パーソナリティとしては、兵道ゆきとのコンビで、名古屋フォークタウン、末広蒔子との、 マキコと共に、などのヒット番組を持ち、メインパーソナリティを務めた番組のほか、前述の2番組など、アシスタントとして関わった番組も多い。特に、タクマと共演する機会が多く、二人のコンビは、アマタクと呼ばれ、親しまれている。キャッチフレーズは、浴びせ倒しの街頭アナウンサー。2007年10月をもって、東海ラジオを定年退職した後は、 フリーランスとして引き続き東海ラジオの番組を中心に出演している。現在、レギュラー出演の番組は特にないが、東海ラジオマイグー数字の時方 CM、チューブ資料のナレーションを長らく担当している。東海ラジオアナウンサー、天野義春東海ラジオ放送、東海ラジオ放送創立50年の歩み5フィフティースアニバーサリーより、名古屋フォークタウンのオープニングでは、 コンビを組む兵道と共に、浴びせ倒しの街頭アナウンサー天野義春と、小股救いの兵道幸ですと、自己紹介していた。東海ラジオ関連会社の東っぱなし企業が、運営。AB 発掘、第2弾、DJ マジシャンタクマのブログ2016年6月24日、投稿なお、タクマ、古橋とは天野自身がパーソナリティを務めていた。 天野義春のスーパースクランブルで共演している。カニタクイったもんカチの番組内のトークで、タクマが話していた。例として、2015年8月31日から9月11日まで、カニエがスペインポルトガルへの巡礼の旅のため、2週間の長期休暇を取った際、全期間を天野が代理を務めた。その約1ヶ月後に、カニエが身内の不幸で、 一週間番組を休んだ際にも、ついたちを除いて天野が代理を務めた。第2回衝撃あまたく台湾ツアーの思い出、DJ マジシャンタクマのブログ2015年4月14日、投稿久々に、家族で買い物から、DJ マジシャンタクマのブログ2015年1月17日、投稿タクマオス演芸上独演会の報告。 タクマのハッピータイムズ2016年7月18日タクマのハッピータイムズ2017年1月17日放送よりタクマ、神野の同友、風2018年11月20日放送オープニングよりありがとうございます。